クパーラ・ボイチェフ・ゲルソン、1892クパーラとは、スラブ神話の神格の一つで、歓喜を象徴する。水浴するという意味の動詞、クパーチに由来する。6月に催される、クパーラ崇拝の祭りで、人々は、川で水浴びをし、炉で体を洗ったという。クパーラの信仰は、かなり広範囲に及ぶ。 古代のスラブには水を崇拝する風習が根強くあり、聖なる泉に生贄を捧げたり、水に許しを請う儀式などが行われてきた。クパーラの祭りは6月にも様され、人々は沐浴し、果敢を水中に投じるなどして、クパーラへの信仰を表現した。祭りの聖夜には、神聖な火が焚かれ、それには最悪を浄化する効能があった。 火の周りには果敢を頭に飾った若い娘たちが集って踊り、滅ージェと呼ばれる踊りの輪を形成した。クパーラの信仰は水への信仰のみならず、火への信仰とも密接に結びついていた。発見、出土したクパーラの偶像は女性の服をまとい、リボンや首飾りなどの女性的な装信具を身につけている。多くは藁を素材とし、木製の腕をつけている。 儀式の間、偶像は一本の聖器の下にずっと置かれる。聖器の前で、人々は鶏を生贄として捧げる。聖器には白樺を用いることが多く、一度切り倒した上で、再び地面に固定するという特徴がある。儀式が終わった夜、偶像は水中に沈められるか、火で燃やされるかして処分される。聖器を調達し、 固定する作業は女性のみの手で行われた。男性が正規に接触することはご法度となっていた。ありがとうございます。